Hey guys and girls, welcome back. I had to end the last part off abruptly, but we are still kind of invading this place. We had found that map that has the secret passage that we're gonna take. It looks to be behind this armor, possibly.開けてみるか。開いたぜ。 開けてみるか。やったぜ。 なるほどな。ここに戻ってくるわけね。え？ここに来たことあったか？ねえと思うけどな。いや、明らかにさっき来た部屋だろう。お前ら本当に記憶力ねえのな。 ちょうど良さそうな場所だな。ちょっと休んでいこうぜ。
いな。So we know this definitely looks like a sort of ball store. So let's go see this guy, potentially. Anything in here? Nothing. Look who it is! Such a pain. We just want to see the chairman out of the way. You made it this far, and that's far enough. More baddies. When do you guys learn, man? Oh, look, it's always the three bosses that we fought. They're still standing after all that. Long time no see. This time will be different. The three of us together are unstoppable. Then it's unstoppable trio against unstoppable trio. Come on, Nanba. Dachi. Oh. Okay. Oh. Okay.俺の番か。やめんなよ。
We're very determined, old men. あの店で働く向田菜の葉ちゃんっていう子を助けるために動いてんだ。あの子の父親はあの施設に閉じ込めて金をむしり取るだけむしり取って殺そうとしたのはお前だろ。言っただろ。世間がやりたくねえ仕事を。 何が世間のしたくない仕事をやるだ。 Kick him into the room, dude. のいい言葉並べて人形堂語ってんじゃねえよこのチンピラが。待ちなさい。 Ooh, the patriarch. This is their boss, right? Looks like their boss. Yeah, chairman of the Siryu clan. おやじ。 トスカの兄弟。これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして、それで鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は確認してください。丸腰です。どうした。こいつ得体の知れない札を持っています。ああそれね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。Okay, he's like, we're totally unharmed, unarmed. Pat him down. Oh, there's the bat. There's the umbrella. あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。Oh, they cut his finger. 詳しいじゃねえか。高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ。あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジュルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。一部じゃホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああそれ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存知なかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします。あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい、
お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え、さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの名前に意見しろと言った。でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それが安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあナノハの親父さんは。あの女だってそうさ、親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女は了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さて、じゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか。はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスのすべてを俺は認めたと言った。だがな。おい高部。へい。ああ、こいつ連れて行け。え？二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやる。おお。Banishment。会長、会長！Damn。春日よ。任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きて。Reputation is everything. Yeah.That's what his boss used to say. 土足で上がられては清流会のメンツが肩なしで。今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と清流会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて。Oof. Oof. That's a target from the Siri clan. I feel great, Chairman. What is it? 18 years ago, when I came to the Mushu, I was going to go to the Mushu. Damn! But you're different. But you're different.いい意味でも悪い意味でも俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。The original man。 お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんなやつなんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って、
てめえの指を落とすようなそんな人でした。よし、帰るか。Damn。待て。一つ教えろ。お前の親父とは誰だ。元東城会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川のおやすさんなんです。荒川か、覚えておこう。さてと、とりあえずソープに帰るか。え？ああ、そうだね。まあ、ナノハが安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ、人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。She must have got tired of paying for him, I guess. お前ら。Or maybe he just wasn't getting better.高部さん、え、なんすか。ナノハって女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。 OK。 向田菜の葉さんでいらっしゃいますね。はい。電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは休養で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。閉鎖。はい。つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。でも手術の日は今日ですよね。はい。でも決定は変えられないので、そこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？Oh. ちょっと待った。今なんて。 So he was lying, of course. 手術しないと。お父さんが死んじゃう。わお。あの、一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を。え、あの時はFreaking signed off on it, my ass.まさか、辞めたいというのですか。お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか。そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい。でも父も手術は初めてなんで。え初めてね。
そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ないとこだったな。ナノハさん、手術のお話なんですが、手術前に再度検査をしたところ問題は改善されていたとのことで、よかったですね。ええ、つきましてはこちらをお返し、今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする。そうなんですか。でも退去はいつまでに。ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り、当施設の次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。なかなか粋なことするね。ああ、That's nice of them. The chairman's orders. さすがだね。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ。そりゃお前間違えることだってあんだろう。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃん。I have some DMV hunches right there. Super wrong. 彼女もお姉さんも救われたんだ。じゃあ、あとは任せた。おう、了解。それ、しまった方がいいぜ。そんだけ手元にありゃ、今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺らあんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち未払いの給料はちゃんと振り。本当にいい、いいって。早く親、そっちにあんたの代わりはいねえんだ。今の笑顔ちょっと。よし、じゃ。Damn. We just said though that his best girl is gonna quit. Like, is he really gonna be okay with it? I'm just saying, like. どちらまで行かれますか。I guess here.Be closest. Move. Gun to bust in Geneva.お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。Uh-oh. Oh, is he dead? Oh, no.Are you kidding me? Tenjo. Why? Nande? Nande da yo? But why? So, oh, I get the name now. Why? Oh my gosh, dude. Alright, guys.The Liu Meng Man is the next chapter. Liu likes crush here with a friend. That was a dark one to end on, but on the next one, we'll see what our trio will be up to next.